こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い何が行くでしょうか。アイランドリード前に行きそうです。クラシックフルーツそれに続いています。さらにはストレートレディ1番ストーンアピールその後ろでは前の方から先手を取ったのはクラシックフルーツ並んで7番アイランドリードマーベラスヒットそのうちに続いています。その隣にオンファンシー好位置をキープしています。肩の南肩内からはストーンアピールその外からレインボーリセス並んで15番レイブンズパスビクトリープリディこの馬もこのグループその外にシリウスシュペール並んで8番トワイスオーバーパールオアシスこの馬もこのグループビクトリーハーモニーそのうちに続いています。内からはギャロップベーブしんがりからアイアンガール。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはマーベラスヒットその後ろにクラシックフルーツ肩の南肩好位をキープすぐ後ろにレイブンズパスその隣にビクトリープリディストレートレディそれに続いています。その外からレインボーリセスその外にシリウスシュペールここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はマーベラスヒットクラシックフルーツほとんど差がありません。3番手に肩の南肩絶好の手応え肩の南肩いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はマーベラスヒットクラシックフルーツその後ろ内からはレイブンズパスその外からはビクトリープリディ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は肩の南肩後続馬も足を伸ばしてきました。残りあと 400m 長い直線ここからどうか。肩の南肩先頭差はほとんどない。残り 200m 先頭はレイブンズパス先頭はレイブンズパス残り 100m2 頭の激しい叩き合い肩の南肩食らいつくレイブンズパスわずかにレイブンズパス体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナイティアディライトこれは好スタート綺麗なスタートを切りました。カタノショット前に行きそうです。ランザローテこれに続きます。その外に大西アトムその外からメインジェンその外にサニークリフチャンス到来そのうちに続いています。その隣にセントラルバージャンこれに続いてゴンゲイトオレンジの帽子オリーブワッスルその後ろこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はカタムショット2番手はナイキアディライトさあカタムショットこのまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカタムショット4コーナーをカーブしてさあこれからです。ここで先頭はランザローテランザローテ先頭です。引き離しにかかりました。残り 200m ランザローテ先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。ランザローテ今ゴールイン段違いの強さです。ランザローテ1着2着はパイセイアトム勝ったのはランザローテ肩のショット完敗です。着外に沈みました。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はゴールデンダリア、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 必死に追うゴールデンダリア。2番手は片野桜のみだ。トップロック、トップロック。1着、2着にはどうやらゴールデンダリア、1番人気に応えました。トップロック見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った素敵しんすけくん、片野史郎先頭、2番手は素敵しんすけくん、追いすがるカンパニー頑張る、片野史郎先頭、残り 200m、 片野史郎先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 カンパニー先頭、グッドババ抜けた。片野史郎迫る、グッドババわずかに片野史郎体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
先頭に戻りましょう。先手を取ったのはコスモビリーブ。その外にブリリアントストリート、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってヘイリスト、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 ヘイリスト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 ヘイリスト先頭。一気にマッハドライブ、一気にセプテンダーモア、マッハドライブ、マッハドライブ。1着、2着にはどうやらヘイリスト、勝ったのはマッハドライブ。見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った片の神が突き放しにかかります。2番手はセレクトリック、セレクトリック、必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはり片の神が先頭だ。これは強い。2番手はノーブルタバスコ、完璧です。圧倒的な強さを見せました片の神が。1着、2着はノーブルタバスコ、これは桁外れの強さだ片の神が。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のアイポッパー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。祭り田ゴッホ、これはいいスタートを切りました。カンパニー、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのは祭り田ゴッホ、続いてカンパニー、さらにはデルタブルース、16番、名将サムソン、その後ろスイフトカレント、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは祭り田ゴッホ、その外にカンパニー、名将サムソン、後位をキープ、内からはデルタブルース、その外からライブコンサート。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。1番人気の名将サムソン、現在先団です。片の試練、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から名将サムソン、先手を取りました。並んで6番、祭り田ゴッホ、カンパニー、この馬もこのグループ、すぐ隣にデルタブルース、すぐ後ろに片の試練、黒の帽子、片のドライバー、その後ろ、その隣にライブコンサート。
1000メートルを通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は名勝サムソン、祭り田ゴッホ、ほとんど差がありません。カンパニー3番手、さあ名勝サムソン逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は名勝サムソン、並んで祭り田ゴッホ、タタノシデン、その後ろダイワスカーレット、その後ろ並んでカンパニー、その隣からはデルタブルース、カタノドライバー、その後ろ、その外からはライブコンサート、内からはアイポッパー、エアシェイディー、その後ろ、その外からはアドマイヤキッス。4コーナーをカーブして、さあこれからです。名勝サムソン先頭、差はほとんどありません。2番手は祭り田ゴッホ、残り 200m、 名勝サムソン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は祭り田ゴッホ、やはり強い名勝サムソン。先頭は名勝サムソン、1着でゴールイン。名勝サムソン1着、2着にはどうやらドリームジャーニー。これが三冠馬の実力だ、名勝サムソン。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は片野果樹君、突き放しにかかります。これは強い。2番手は東海タッチ、片野果樹君。この馬で決まりか。片野果樹君独走、片野果樹君ぶっちぎりです。片野果樹君1着2着果樹君。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭は七夕払え、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 七夕払え先頭だ。これは強い。2番手はノーブルアライブ、七夕払え先頭だ。七夕払え1着、七夕払え完勝。七夕払え1着2着はノーブルアライブ。これは桁外れの強さだ。七夕払え